と移動していく。JR を出たので今から丸の内線に乗り換えたいと思います。丸の内線キュンパ好きになります。よいしょ。丸の内線で こっち方面に行けばいいだけど、よいしょ。池袋行きに乗りたいと思います。よいしょ。今日赤坂見附に着いたので銀座線に乗り換えていきたいと思います。銀座線で渋谷駅に乗って外苑前まで移動したいと思います。まもなく1番線に渋谷行きが参ります。黄色いブロックの内側でお待ちください。電車とホームの間に広く空いているところがあります。足元にご注意ください。 The local train bound for Shibuya is arriving at track 1. Please wait behind the yellow warning blocks.
り時間です。風が強いですね、今日ですが、暖かいです。この時間は今ちょうど2時ぐらいです。午後の太陽が出ました。フットケアサロンに到着しました。中の雰囲気はこんな感じで、女子の部屋っていう感じです。パジャマがあって、パジャマに着替えてからスタートします。今日はスターバックスで飲み物を買ってきました。はい、これがパジャマ、部屋着に着替えた状態です。そして雑誌をいただいて、こうしてまず足をお湯で温めるところから始まります。中にはアロマオイルが入っていて、とても香りも良くて血流の巡りも良くなるようなお湯になっています。こういう足浴の桶いいなって思います。雰囲気がありますね。だいたい5分ぐらいまず足浴をしてから施術がスタートします。なので今は足を温めています。この間にいただいた雑誌を読んだりだとか、今日は飲み物を買ってきたので飲み物を飲んで過ごします。実は今日ちょっと朝ごはんとお昼ごはんをまだ食べていないので、カロリー補給をしています。時間は2時ぐらいですね。で、5分ぐらい足を温めたら、このベッドに横になってっていう形でスタートします。天井もなんだか落ち着くような色だったり雰囲気になっていますね。このやっぱりサロンの雰囲気、家具の感じだったりだとか、あとアロマオイルの感じ、匂いとかすごく落ち着くようになってます。今日は2時間のコースです。ちょっと今日雑誌を読もうかなとも思ったんですけれども、そうこうしてるうちにだいたい5分くらい経ってしまって、今回はちょっと雑誌を読む時間がありませんでした。最近あんまり雑誌を買うことがないので、こうしてサロンに来て少しの時間だけでもこう読ませていただくと、いろいろ勉強になりますね。まあ、やっぱり雑誌って買うと家だとね、片付けるのとか大変だったりするじゃないですか。場所も取るし。はい、では施術スタートです。これがアフターですね。終わってピカピカネイルとフットケアと膝下マッサージのコースの2時間コースでした。こんな感じで爪はピカピカに磨いていただいて、長さも整えていただきましたですね。そしてドイツ式フットケアなので、足の裏の施術をしていただきました。足の裏がツルツルになりましたよということで言っていただきましたね。まあ、やっぱりプロの方がやっていただくと全然違いますね。こんな感じで足をいたわる一日でした。2時間終わって起きて、そして終わりました。外に来ました。終わりにしようかなと思います。今日は天気がいい。